最高ランクいくつですか？ダイヤ。ダイヤですね。ダイヤの2です。それ以上上がらんっすね。いや、マスター行ったことないっすよ。行けるっすよ。ダイヤ2まで行ったらいけますよ。マジっすか、はい、なんか、コツってないっすか？コツは。コツっていうか、モルコツというか、これ結構みんな大事だと思ってる。結構なんかそのプラチナからダイヤまではダイヤ行くまではなんか普通に漏れるんですけど、なんかダイヤ行ってからがマジでダメなんですよ。あー、まあダイヤから今プレーターとマッチするんで、あ、ファイト力ですね多分。あー、ファイトに勝たないと漏れないイメージですね今は。あー、やっぱあれですか、対面ですか。あ、そうですね。ダイヤに行けてるなら上がってるんで、そのダイヤ4からいけると思いますけど、同じことすればいい。うわ、5セップがある。ワンダナイスナイスナイス。どうなんですか、マスター行くだけだったらどうだろう。キルポを5か6ぐらい取って、はい、考えればそんなるっすよ。えぐキルポ5とか多分20回やって1回取れるかぐらいじゃない。キルポ玉狙いで5ぐらい取ってもうアンチ取ればいけなくはないですけど、時間かかると思うんですけど、キルポは視野か。おっと無理無理無理。いやマジでさっきのアッシュのウルトにやべ入っちゃったとか言いながら倒しに行くからいややばアッシュルートが出てきたのが地域行くんやったらビビるわ敵がえぐでもパッドの方が強いって聞くじゃないですか。なんかあーはいはいはい、なんか対面がまあ近距離はパッドの方が強いかもしれないですね。なんか立ち回りの仕方が難しいなっていう、キーマウトがあったらやっぱパッドと対面したら結構負けるから、近距離はまあそうですね、勝てないとまで言ったら言い過ぎだけど勝てる確率高いですねパッドのが。あはコラボのきっかけは僕が千木くんに連絡しました普通に。ありがたいことに。もうなんか遊んでくださいっつそんなペイペイですけど遊んでくださいっつちょっと前から言っててできなかったっすもん、ね、そうなんですよね。結構それこそまだ YouTube 開設する前の話だったんで。そうっすよね、最初 DM でしたけど。でたまたま体調悪くて。そう自分がその時結局体調してなくて、よくなかったもんね体調。体調悪かったんですよその時めっちゃ。戦場はこの下だ。1年ぶりぐらいにマジ配信してますね。体調悪くて。もうだ良くなったんすか完全に。そうですね今はもう大丈夫です全然。良くなりました。あっちへ行こう。これでやっとまた見られるわ。もうまた毎日やってます。よし。いやでも年俸はえぐいんで。いやいや使い道はダメだよ。お金の話ダメだよ。まあ、お金の使い道ですか。はい、お金の使い道でも意外と野球選手ってお金使うとこないんすよ。あ、自分から使わん。なんかなんだろうか、欲しいもんがあったらいいんだけどな。いい質問来ましたよ。あ、何ですか。野球始めたのいつですか。野球始めたのは中1です。そこまではなんかソフトボールをちょっと1年ぐらい、まあでも他のスポーツと併用してたんで、あ、まあ本格的に始めたのはあれです、中1ですね。
こういうのいいな。いや、むしろなんかマジむずいっすもんね。未だに野球むずいんで。簡単じゃないっすもんね、はい、スポーツって。あ、CT さんにホークス応援してもらいましょうって言ってきました。え、なんて言いました？CT さんにホークスを応援してもらいましょう、うちのチームを。応援しますよ。 もちろん応援しますよ。応援してきます。応援してくれてるらしいですよ、皆さん。好きな食べ物なんですか？好きな食べ物。好きな食べ物。好きな食べ物。なんかあれっすね。小学生みたいな質問来たっすね。まあ、好きな食べ物もうお肉っすよ。それしかないでしょ。あ、お肉っすか。え、好きな肉とかあります？肉の部位というか。もうそこまで細かく聞いてくる人俺初めて出会ったかもしれない。ねえ、やっぱ脂身少ない方がいいですね。ヒレとか。うわ、はい、一緒っすね。え、マジっすか。じゃあ脂めっちゃ嫌いなの。頑張ってください。なんか量いきますか。あ、はい。マヨネーズとケチャップどっちが好きですかって。マヨネーズ派らしいっす。ケチャップあんま好きじゃないんやろ。やば。ラーメンは何派ですか。ラーメン、醤油っす。醤油、おお、醤油。わ、僕、豚骨やわ。あー、いいっすね。なんか、めっちゃ、こんなこと聞くやついるんだろう、いないだろうなって質問した。え？目玉焼きには何をかけますか？目玉焼き、なんか、いろんな人いるっすよね。マヨネーズもいるっすよね。マヨネーズ、いるっすね。ね、ちなみに何派っすか？醤油だと思った。あ、醤油、あ、僕も醤油っすね。醤油だと思ったんだな。でもそうだ、醤油じゃない人も多かったっすね、この前。めっちゃ子供も。何があるんだろう。え、マヨネーズと醤油となんかあったっすよ、違うやつ。塩コショウ的な。塩コショウはまぁあるっすよね、多分。うん。あ、そう、ソース？飛ばされないようにね。なんだっけな。ソースもあるな。え、チーキー君が一番好きな武器って何なんすか？カービンかカーどっちかっすね。あー、ゴリゴリ行こう。ゴリゴリ行っちゃったっすね。ゴリゴリ行っちゃいました。こっち行きまーす。ちょっと終わりちゃった。ナイス。あ、おすすめのコントローラーは何ですかって。いや、もう他にないっすよね、あれしかないっすよ。コントローラー自分使ってるのスカフですよ。でもずっとでもスカフなんですよね。なんか地域コントローラーはないんすよ。あ、地域コントローラーは地域でも自分使ってないんでそんななんか言えないんですよね。そう、自分が使ったら言えないんですよ。そう、確かにいっぱい言えるんですけど、はいはいはい、ただのなんだろう、なんか帰って言ってるみたいに思われるかなと思って。はいはいはい。いや、あんま言ってないんですよね。使ってるのがスカフなんで。スカフ、そうなんですよ。アドバイスだ。スカフか、あの後ろにボタンあるやつですよね。あ、そうですそうです、そうです。マジで手つりそうになりそう、あれやったら。なるまでめっちゃきついっすね。全然使いづらいっす。キーマンもなんか結構もう指つるでしょみたいな言われるんですよね、左手。あー、なるまで。でも慣れるまできついっすね。何使ってるんですか、キーマンデバイス。ロジクールっすね。あー、ロジクール。はい、ロジクールの僕は502のなんかワイヤレスね。でかいやつ。あのボタンめっちゃ多いっす。あー、なんか、まあ、親指側と色々なんか、はいはいはい、マウスホイールにも左右があるやつ。敵いないな。どこだ。ないっすね。
コメさん、地域さんの好きな球団聞いてほしいで、地域さんあんまり野球分かんなかったらしいんで、はい、ちょっと、まあでもこれからね、好きになってもらおうと思って。あ、わし音する。ナイスー。だから配信する前ちょっと不安だったんですよね。え、ああそういうことですか。そうなんですよですよね。でも普通に考えたらどういう経緯で地域さんとやることになったんですか。僕が YouTube 開設する前にちょっとなんか連絡取れる機会があって、それでちょっとぜひ下手くそですけど遊んでくださいっていう感じでそしたらなんか優しい優しい、結構前ですね、それは。はい、ほんとほんと前ですね。そうっすよね。うん、いやそれこそまだシーズン、どうなん、シーズン半ばぐらいだったから。どのぐらいだったんだろうね。それこそちょうど忙しいですもんね。そう、僕はちょうど投げてる時らへんだったから。自分みたいに暇じゃないからな。いや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 。忙しさが違う。やばい。あ、ゲーミングチェアってどんなの使ってますかっていう質問来てますよ。自分なんだっけなこれ。なんか。新しいの欲しいんですけど、元々っていうのがどっかで買ったやつなんですよね。ハーマンミラーっていうやつが欲しいんですよ、めっちゃ。はい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 。ずっと買いたいんですけど、普通にデラックスなんちゃらみたいなやつ今使ってますね。やっぱ違うんかな。でもハーマンミラーはマジで違うらしいっすよ。でも十何万とか多分えぐえぐ椅子に10万円買ってます、ね、えぐ。江田選手、開幕は間に合いますか。間に合います。ちょっと待て、はい、回復中だ。なんか立ち回りの違いあるんですか。パッドと言ったらキーマーやったら違うのは違うかもしれないですね。あんま近距離打ち合わない感じなんで、キーマーは。でもいつも近距離で負けてるんですよね。近距離もう爆死す、近距離でガンガン行くならもうパッとって感じですね、多分。あ、でもまあめっちゃ負けなったらキーマンもパッともそんな大差ないですね、近距離も。もうプロとかのレベルまで行ったらですけど、まあそれでも近距離強いですね、パッとだと。パッとキーマンどっちもプロ同士でやったとしたらパッと勝つっすね。パッと勝つっすか、やっぱ。なんで、キーマンの人は多少なんだろうな、ちょっと距離を置いて打つというか、近くに。はいはいはい、いいこと聞いた、それは。打たないようにして立ち回らないといけないですけど、パッとは逆に車線管理して近距離まで行けたらもう強いっていう感じですね。キーマンは逆に近距離まで来させるまでにも倒すみたいな、中距離で倒すって感じですね。ああ、パッドに勝つなら。落としてるときそうなんですよね。中距離とか。そうですよね。ちょっと距離。キーマン上は中距離強いんで、パッドより。あ、そうなんだ。中距離、中距離がキーマン上で、あとは近距離って感じ。なんだね。そう、さっきの質問でやったら、僕は、はい、言ったら、3人で組むじゃないですか。はいはいはい。言ったら、組み合わせ的にパッドと、はい、キーマウの人、はい、はい、どんぐらいの組み合わせがいいと思います、地域区的に。キーマウ1人とパッド2人が強いかなって感じですね、自分の考え的には。まあでも自分の知ってる人だったら、まあ、シアのラスさんとかレベルになったらもう関係ないですよ、はい、ありがとうございます。キーマウ3でも変わらないですね。へー、そこまでやっぱそうかな。そこまで上手くなれないもんな。そこまで上手くなる前提なのがおかしいんですけど、うん、ちょ、またいい質問来た。ランクで一番いいと思われる、はい、
キャラ構成聞いてほしいです。あー、キャラ構成今あったら、ホライゾン、バンガシアとかですかね、多分。おお。カホライゾン、バンガブラハかな。ホライゾンとバンガの強いですね、今。やっぱなんかバンガは強いって聞いたっすね。バンガマジ強いですね。らしいですよ、みんな。キャラ構成やっぱ大事っすよね。大事っすね、割と。勝てる時勝てるんですよね、何やっても。なぁ、噛み合いとかあるんで。緊急脱出を開始。魚振られたり、魚振れなかったり。はい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 。生物なくて隠れるとこないんで、バンガとか強いんですよね。あ、確かに。開けたとこ多いですもんね。あ、そうなんですよ。で、上も取れるんで、高低差あるんで、ちょっと隠れてても上から前の方から出て撃たれてみたいな。今シーズンの強い降下場所を聞きたいです。降下場所また難しい質問ですね、それ。ゴールデンのどこだろう。テラフォーマー、ドライガルチ、コアかな、ここら辺ですね。うん。あ、好きなマップとかあります？やっぱワールドエッジですね。あ、ワールドエッジか。ちょっとやっぱ好きな人多いもんな。理不尽じゃないですね。このマップ結構理不尽なんで。初めてプレデター行ったのっていつですか？シーズン5ですかね。シーズン5。シーズン4に始めて。4に始めて、5。やべえ、やめようかな、俺。シーズン4のスピード2の終わりぐらいに始めて、シーズン5になったっすね。えぐ。エーペックスやる前ってもともと、いや、見て、これ3000。俺800なんだけど。エーペックスでもいろいろやってます。えぐ。ポットとかもやってました。COD ってゲームが。ああ、COD。COD もやってる人多いっすね。COD やったことないもんな。面白いっすよ、COD。おもろいっすか？はい。面白いゲームがあるっすね、最近。で言うといろいろ。キャラコンがもうなんか、違うゲームみたい。マジで。でもキャラコン作ってないからな。え、パッドでキャラコンってできるんですか？めっちゃ、なんか、いや、キーマーぐらいの動きしてるんですけど、こっちから見たら。できないっすね。なんかストレイクとかはできないっすね、普通は。なんだろうな。壁ジャンとかはできるっすよ、こういうの。できるっすけど、なんだろうな、曲がるやつ。曲がるやつやるっすけど、はい。なんですけど、この、後ろに下がるみたいな、これ曲がる操作はできないですね、パッドじゃ。これはできない。あ、はいはい、曲がれない、ないですね。それが気持ち強いところですね。まあでもそれをする必要がないってことでしょ。エイムが強いから。そうね、エイム力がエグいから。キャラコンいらないですね、パッドは。あー、もったいないって感じで。やべ、マジ、パッドやりたい。やりましょう、パッドで。マジで、1から出直します。え、なんか、なんか設定あるじゃないですか。はいはい、はい、なんか、キーマウとかって結構、そんな迷わないイメージなんですよ。はいはいはい。なんか、パパって、なんか、はい、感度決めれるけど、はい、パッドの感度決めるのってめっちゃむずいんですよね、なんか。あー、詳細感度使ったら、沼ですね、感度に結構。あー、詳細使ったらさ。え、もう普通に数字ですか？はい、で数字で5、4ですね。だからもうすぐ。そうなんだ。まだないっす。詳細感度は細かくいじれるんで、デッドゾーンとか、はい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 、感度とか全部。それは沼ですね、結構。そうなんだ。こっち行くぞ。なんか、あさっての方向向いちゃうんすよ、エイムが。あの、最初はそんなもんですよ、正直。なんかいい練習法とかないっすか？パッドの。練習法、最初でも、自分ランクやっただけなんだよな。エペだけじゃないからな、本当だけど。ああ。
ずっと使ってたんですね、これは。そういうことか。でも野球選手とかスポーツ選手だったら手でかいっすよね。手でかいっすね。それだったらスカフインパクトとか結構おすすめですか。 PS5 コントローラーとか PS5 の、はい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 、で手でかいっすね。結構おすすめっすね、その2つ。あと XBOX もでかい人を使うんで、XBOX いいかもしれない。使ったことないんでわかんないですけど、はい、XBOX は上手い人めっちゃ使ってるっすね。スカフは持ってるんですよ。あ、持ってるんですか。はい、持ってるんですよ。たまにちょっと練習でやろうか、一回なんかちょっとパッとやろうかなと思って、はい、ちょっとやったんですけど、はい、2日持たんやったっすね。無理やな。いやでもそうなんですよね、キーマだって。そう、逆にキーマでやったらこのシーン勝つのにみたいな。うん、なんか思っちゃうから絶対。最初パッとから入ったら今度キーマができなくなってるし。そうですね、どっちかなんで仕方ないと思うんですよ、それは。いやー、次のリングまで距離がある。選んだインパクトですか。あの使う、はい、インパクトですね。はい、インフィニティだったらちっちゃいんで、なんかこう多分使うイン、うん、インパクト。これが最後になりそうですね。30分なんで。ね、もう30分か。はい、めっちゃ、はい、ね、楽しいっすわ。早いな。早いですね。まあでもランクが大事なんで、ぜひまたタイミング合うときに遊んでください。石川さんとかも、石川さんで、はい、やりましょう、3人で。もう30分なのか。あ、いるあっちに敵を発見。うらー、敵を粉砕する。左行きます。右から、左ですね。ラストは左かな。左いますね。いました。はい、ナイス。あ、締めが良かった。あっけなかった。あっけない。いやー、えぐいわ、マジ。ちょっとめっちゃ勉強になった。よかったです。自分はやってないけど。いや、全然誘ってください。いや、ありがとうございます。誘ってください。誘ってくださいって誘います、マジで。誘ってください。いや、声かけてくれてありがとうございました。はい、いや、ありがとうございました。また。